厨房にお皿ってまだ余っています？お皿はあります。結構あります。結構あります。でもまあ回転して 洗います。洗ってまたお出ししてる形なので。100円の回転寿司行くと、やっぱたまにあの300円のネタあるじゃないですか。100円で2貫乗ってるんだけど、大トロとか頼むときは300円皿に1貫だけ乗ってるっていう、あの現象あるじゃないですか。ここで思ったんですけど、300円皿を売り切りにしちゃえば、あの大トロは100円で食えるのではないかとね。そうでしょう、そうでしょう。だって300円の大トロはさ、300円皿に乗ってくるわけじゃん。ってことは、300円の皿を浮き出にしてしまえば、大トロを乗せる皿って、100円のやつしかなくなるよね。まあ、あったとしても150円じゃん。要は、大トロを100円で食べたい。うん。はま寿司に行って300円のネタを頼みまくって、300円の皿を浮き出にして、300円の寿司ネタを100円で食べることはできるのかをですね、やっていきたいと思う。はい、おもざんまい。はい、おもまー。もしかしてこの私服の一貫です、はい、あ、そうです、私服の一貫です。まあ308円ということで。ああ、大トロ、大トロ、大トロ、うなぎだけだけっすね。ああ、これはこんだけでやりとりか。あ、炙ってるかわさび乗ってるかどっちですね。なるほど、うん、もういい。ご注文ありがとうございました。贅沢なことしてますね。もう向こうでちょっと、ああ、そうですね、金持ちが来たぞ。なんか変な頼み方してるやつらがいる。この皿が300円ですよね。これこの金の皿ね。金の皿、はい、この金のこれがなくなれば、こいつらを100円で食うことができると、うん、でもどんぐらいあるんですかね。逆にそんなにない気がする。だからもっとなんか300円のネタがたくさんあったらたくさん用意するけど、だったらもう皿もそんなに100枚。僕らだけじゃないですか、みんなも頼むわけじゃないですか、うん、まあ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 、200皿ぐらいあって、まあ200あって、さらにめちゃくちゃ頼む人と重なってくれれば、夜とかの絶頂の時に300円皿はなくなる。そうですね。狩野さん、カニカマ、あの時何皿でしたっけ、はい、サーモンとね、カニカマでね、やりましたよ。はいはい、70です。 70? はい、それはやばい。でもカニカマでも2貫でしょ。2貫です、2貫です。まあ飽きるじゃないですか。飽きます、飽きます、全然飽きます。1貫でね、大トロだったらはるかに良くないですか。本当です、うなぎもある、ね、うなぎもあるし、とあれです、俺入院してたんで、ね、胃がちょっと小さ、はい、はいはいはい、ちょ、入院食が味薄いんで、優しいね、優しい味してるんで。だからもうめっちゃ胃が小さいんで。いいかな、刺身醤油とかね。あー、すごい、飽きないわこれ。昆布醤油とかね。え、すごい。で、炙りなんだ、大トロ、炙り大トロ。美味しいです。いや、もう幸せ。もうこれうまくやるとね、食レポの仕事。それ今、待ってますもん。待ってんだ。24皿、1人12皿、2皿できたら6皿とかですか。6皿ですよね。でもこれあれですね、はい、大トロだから多分ね、ちょっと脂身っていうか、ちょっと来てるかもしれない、うん、結構きつそうだもん。いや、あの、よかったら吉野家のやつの僕のね、ヘタレプリン見ていただけたらまた嬉しいんですけど、はい、脂身で、ちょ、同じ現象かもしれないですね。鬼ごっこ以外全部ヘタレプリン出てますよ。そうですね。ちょっとここ使わせてください。多分これ大トロっていうのが悪い。吉野家でやっぱ俺油でやられましたもん。ですよね。そう、俺油弱いんですよ。他に欲しいですね、縁側とか。縁側300円で売らんでしょ。うなぎの方がいいですかね、大トロに。いや、うなぎもうなぎで結構油結構ありますよ。300円分の油が来るから。油が来ますよね。違うの食うのもリスクか。一回この油を落とすために違うの食って、卵焼きとかで食ればいいかもしれないですけど、カニカマにはなかった問題かもしれない。卵、枝豆、枝豆も結構あるな。うわー、これはきついやつだな。全部飲み物か、とりあえずデザート。プリンはありっすけど、杏仁豆腐みたいな、ないかな。いや、でもこの、あ、ここか。あの、このプリンめっちゃ味濃いんですよ。フレッシュパインとかはもうめっちゃ最高っすよ、うん、ミルクレープ最悪だからね。ミルクレープやばいっすね。300円ないっすか、むしろ逆に。あ、その辺で300円の、あ、でも皿が違うのかな。皿とかで来んのかな、これ。確かに、そう、そもそもそこも問題ですよね、うん、300円のデザートでも皿で来るか。あ、385っすこれ。あとは270ですね。
安いよ。これが418円から豚骨ラーメンか。絶妙に違いますね、全部。あー、天ぷらうどん286円で300円。うわ、全部絶妙に違う。逆にこれイクラとか、いくら、いくらいくらですか。大葉いくらとイクラが同じだな、これ。ほら、甘い。ギブアップですか。休憩しないとですね、これやっぱり。長丁場ですか。長丁場なんで、じゃあ僕30いきますわ、とりあえず。とりあえず30いきます。一回ちょっと大トロに絞ってやってみますわ。いいっすね、なんか一個あれですけど。すごい雑だな、これ。まだ腹いっぱいのままだな。一旦休憩します。わかりました。どれぐらい足りてないですか。それまであるんですけども。あ、どれぐらいありますか。皿そのものですか、はい、多分何百枚。これ300円皿ですけど。あ、300円皿はそこまでないかもしれないけども、それでも50枚ぐらいまだあると思いますので大丈夫ですね。 あと50枚ぐらいしかないです。来ました、50ぐらいって言ってましたね、300円皿。いけるくらい最初は。あと頑張ればいける範囲ですね。俺らが死んでる。そうですね。ダンデコさん軽く一旦20ぐらい行っていただいて。あいつ3トレぐらいダメでしょ。僕が油を落とすために、うん、いや、いいと思いますよ。パイナップルを挟むっていう作戦で。あれ急になんか筋がすごいの来ましたね。ネタなくなったんですか。大トロって感じの油が、これはね、なんかだいぶなんかね、これされより先にネタなくなりません。それだったら最高。ただ目的は果たせる。なんか違う企画が成功してますよ。ただ目的は果たせる。目的は果たせる、うん。まあなんか途中から来て、はいはい、なんか助っ人、助っ人じゃないですけど、まあなんか、いやでも今日だってこんで助っ人終わりだし。そうっすよ。本当になんか申し訳ないんですけど、はい、玉寿司で撮影するっていうのを覚えてて、喋るっていうのも覚えてたんですけど、あ、覚えた、すごい。あの食べるっていうのを忘れてて。なんで、あのトルティーヤ食べてきました。うわ。すいません、トルティーヤ食べちゃいました。なんで浜寿司で撮影って分かって食べないと思った。浜寿司で撮影したら食べるでしょ。いや本当に本当にもうここまで覚えてたんですけど、もう少し完璧だとした。じゃあもうお腹いっぱいだと割と。食べるっていうの忘れてて、なんであのトルティーヤ食べてきました。うわ。これエビとかカニってあれもしですよ、エビのあの見た目で、まあ、可愛くないですね。そう、やばいじゃないですか。モンスターじゃないですか、割と。あれが木とかにぶら下がってたらどう思いますか。食えなくないですか。エビが魚介じゃなかったってこと。そう。地上にエビいたら気持ち悪いです、ね。そう。で、カニが草むらとかされてる。うわ。俺無理っすわ、もう、その時点で。寿司屋で話す話。なんなら先人たちがあの生物を食ってきたおかげで、え、だって食感プリプリってちょっと、ありえます。だって他に冷静に考えて、だって今も冷静に考えねえみたいに。うなぎもそれか、そう、ヘビみたいな。まあそうですね、地上みたいな。うなぎが地上にいたらヘビ。そうですね、無理ですね、逃げますよ。だって、まあ、いやプリプリなのもやばいっす。芋虫とかもちょっとプリプリな身かもしれないですか。あー、確かに。そうそう、ダンゴムシとかもそう。ミミズとか。あー、確かに。プリプリそうじゃないですか。やっぱ海補正かかってますよね、うん、海にいるから珍しいものを見たさみたいな。厨房にお皿ってまだ余っています。お皿はあります。結構ありますか。でもまあ回転して洗います。洗ってまた音出ししてる形。意外と頑張るね。寿司だけはよく食べるの自分でも忘れてました。何で自分でも忘れるの。あなたが忘れたら誰も思い出せないんですけど。残りなんか50皿ぐらいって言ってませんでした。言ってましたよ。あ、300円台はそこまでないかもしれないけども、それでも10枚ぐらいまだあると思いますんで大丈夫ですね。あ、50、あと50枚ぐらいしかないです。50いってますよね、あの後からね、多分そろそろ50ぐらい。他の人も食ってるとしたら、私も食ってるから、あともう俺今50皿っすよ。もうすぐ佐野さんがね、それ合計で21っすよ。すごい、30で、そろそろケツ見えてるんですか。確かに残り50皿きついもん。どんだけ大トロ食ったんや。腹膨れたんやけど、油が
腹膨れたんですけど、油が、お疲れ様です。じゃあ聞いてみますか。この皿ってなくなりました？全然たくさんあります。全然たくさんあります。まだ全然たくさん頑張って食べてそう。あ、300円台はそこまでないかもしれないけども、それでも10枚ぐらいまだあると思いますので大丈夫です。 あ、50枚ぐらいしかないです。店員さん、50あと50枚ぐらいかもしれないって言ってた店員さんもいたなと思って。相当あると思いますけど、結局全部の分の皿は。そっか。これ300円皿だけじゃないですか？あ、じゃないですね。え、300円台は300円台はそこまでないかもしれないけど、10枚ぐらいまだあると思います。300円台はそこじゃないじゃんね。この金の皿が皿300円ではないか、皿300円ではないか、皿300円ではないか。300円台はそこまでないかもしれないけども、それでも10枚ぐらいまだあると思いますんで大丈夫です。あと50枚ぐらいしかないです。あ、じゃあこれ300円とか150円とか違い分かります？会計で。ああ、そっか。だから150円とかもう同じお皿で来るもので、あら、分かるんですね。結局はこの金のお皿と黒いお皿しかないんですよ。あら、僕ら無駄にトロ食べたってこと？無駄にトロ食べた。300円じゃなくてよかった。あ、そうそう、150円皿でよかった、ね、ああ、じゃあ倍金払って。そう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 。今度は150円と300円混ぜて金の皿セットして、ね、ちょっとちなみにこれ、あそこラストオーダー早いんかいな。裏見てきたらやっぱりあとこの倍ぐらいある感じ。裏見てきたらやっぱりあとこの倍ぐらいある感じ。やっぱりあとこの倍ぐらいある感じ。お、この皿なくなったら俺100円でお豆腐食べれるんじゃないかなみたいな。申し訳ない、残念ながらそれはないですね。ないんですね。まあ、100円で大トロ食えないんだ。食えませんね。そりゃそうか。そりゃそうです、うん、そりゃそうでしたね。すいませんね、なんか分かる。いやいや、そうでもないです。